2024年第6戦マイアミ GP の結果を受け F1、公式が同レースのパワーランキングを発表している。ビザキャッシュアップ RB の角田裕樹は、20人中に番手たいという高評価となった。マイアミで角田は予選で今季4度目の Q3 進出を果たす。決勝では10番グリッドスタートとなり、 第一スティントはミディアムでのロングスティントを選択。前方のメルセデス勢を追いかけつつ、粘りの走りを続けた。すると57分の28周目のターン3でローガン・サージェントとケビン・マグヌッセンが接触してセーフティーカー導入となると、状況は一変する。ここで角田はすぐさまピットに入り、ハードタイヤにスイッチ。 これでピットアウト後はメルセデス勢よりも前となった。レース再開後、角田はラップペースの速いルイス・ハミルトンに抜かれてしまったものの、その後はハードタイヤで安定したレースペースを示し、後方ラッセルとの差を少しずつ広げて7番手でフィニッシュチェッカーを受けた。今季3度目の入賞で獲得ポイントを14まで伸ばし、 ドライバーズランキングでもランスストロールを抜いて総合10位に浮上している。マイアミ GP 決勝では3度目の挑戦で7位初入賞となった角田について、F1、公式による5人の指揮者は、パワーランキング20人中2番手の高評価とした。10点満点中8.4点,点の評点をつけ、日本人ドライバーについて、次のように賛辞を送っている。 角田悠希はマイアミのスプリント予選では S q 2敗退を喫してしまい、週末は劣勢でのスタートとなった。RB のチームメート、ダニエル・リカルドがスプリント予選で4番グリッドを獲得し、レースでもその位置でフィニッシュした。だがそこから形勢が逆転した。角田は予選において Q3 進出を決め、リカルドは予選18番手。 グランプリでは見事7位を獲得している。マイアミ GP における角田は、セーフティーカー導入により大きくポジションをジャンプアップさせることができたが、トラック上ではルイス・ハミルトンやラッセルら、メルセデス勢と直接的にマッチアップするシーンが目立った。それだけに、上位勢に匹敵する位置で戦い、7位フィニッシュを果たした角田について。 パワーランキングで2番手という高い評点となった模様だ。なお、今回はキャリア110レース目で待望の F1 初優勝を果たしたランド・ノリスが9.4でトップ評価となっている。角田と同じく2位タイの8.4点にはオスカー・ピアストリとなった。SC の出動とサインツとの接触によりポジションを下げてしまう結果になったが、 オーストラリア人ドライバーの戦いぶりについて、指揮者は高く評価しているようだ。